皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。女子プロレス、スターダムの極悪軍団 HATE、渡辺桃24が、ワンダー王者の夏ぽい29に不穏予告だ。タッグリーグ戦、ゴッテス・オブ・スターダム26日、新宿で開幕、参加チームが16日に発表され、渡辺とテクラとのゴッテス王者コンビはブルーゴッテスにエントリー。 都内で行われた会見には、テクラが負傷欠場中のため渡辺だけがベルトを持って出席した。テクラからはビデオメッセージが届き、その中で、今日は会見に出席できなくてすまない。もちろんタッグリーグには間に合うように日本に帰ってくるつもりだ。だけど約束はできない。なぜなら怪我をしているからねと包帯が巻かれた右手を指さした。 ただしサングラスに水着姿でプールサイドをかっ歩するテクラはトロピカルドリンクを手にしていた。バカンスではないと信じたいが、さらにチャンピオンだから好きにやらせてもらうよと予告すると、ナツポイと岡田太郎社長に向けて侮辱の言葉を吐き捨てた。どうやらテクラの右手はナツポイのワンダー王座に挑戦した5日の名古屋大会で負傷したようだ。 ニヤニヤしながらテクラの映像を見ていた渡辺は、とにかくゴッテスチャンピオンがこのリーグ戦に出ることをありがたく思えよ。てか、私たちが出るのにゴッテス、のベルト、に触れてきたのは少ししかいねえし、実力もねえのにふざけるしか脳がねえのか。くそつまらねえコメントで長々と喋りやがってと他チームを断罪だ。さらに同じブロックにあのお沙織とのコンビでエントリーした夏つぽいに目を向ける。 私が相手にするのは同門対決のリナ&イナバ、稲葉、あずさ、そしてクソポイ。てめえが怪我させたんだってな、テクラの手を。どうなるか楽しみにしておけよ。怪我させた代償、払ってもらうから、何やら不穏な空気が充満してきた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。